ぼーっとしちゃってどうしたの？もしかして具合悪い？今日はどこにも寄り道しないで帰ろうか。え？何か用事でもあるの？よかったら手伝うけど。ああ、本当に昨日は感動したね。あなたの昨日の様子からして絶対何か始めると思ってた。幼なじみだもん、なんとなくね。でも私はあんまりそっち方面は詳しくなくてごめんね。こんなに大きな学園だものあるかもしれないね。私も一緒に行こうか。はーい、見つかるといいね。じゃあまた明日ね。関係者以外立ち入り禁止ですよ。ワンダーフォーゲル棒ですか？部室を明け渡せって話ならしつこいですよ。スクールアイドル同好会が取り潰されるのは月末です。まだここは私たちの部室なんですよ。それなのに奪いに来るなんて、カスミン悲しくて涙が出ちゃいます。あれ？もしかして、ワンダーフォーゲル部の人じゃ、なかったり、します？なんだ、カスミン、早とちりしちゃいました。スクールアイドル同好会にご用ですか？入部希望ですか？大パーティーですよ！入部希望じゃないんですか？なんだ。じゃあなんで探してたんですか？本当です。鬼の生徒会長から直々に言われたんです。部員もいなくなって、スクールアイドルとしての活動実績がないなら解散だって。私だって何とかしたいです。人数が少なくたってスクールアイドルはソロでだってできるし、かすみん、スクールアイドルにずっとずっとなりたかったんです。こんな形で同好会がなくなっちゃうなんて嫌ですよ。子供の時からずっと憧れてて、やっと高校生になってスクールアイドルになれるって思ってたのに、こんなのってないです。カスミンにはスクールアイドルだけなのに、可愛い衣装でたくさん歌って踊っていろんな人に可愛いねって見てもらいたかったのに。カスミンのマネージャーになるってことですか？マネージャーですよね、それ。どうしよう、カスミンマネージャーができちゃいました。でも、あなたもスクールアイドル同好会がなくなるのは嫌なんですよね。そこはカスミンと同じですよね。じゃあ、スクールアイドル同好会解散阻止作戦を手伝ってください。カスミン、どうしてもスクールアイドルでいたいんです。じゃあ一緒に頑張りましょう。あ、そういえば自己紹介がまだでしたね。私は1年の中須かすみです。先輩、よろしくお願いします。スクールアイドル同好会とスクールアイドルかすみんのこと手伝ってください。